こんばんは。こんばんは。小林です。祈りの時間ですね。また10時から始めて、参りたいと思っておりますけれど、もう2分ほどですね、お待ちいただきたいと思います。はい。10時から始めてまいります。週刊番組で今日もですね、始めて、参りたいと思います。最初にですね、お祈りして始めて参りたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いいたします。天のお父様、主はありがとうございます。あなたがこの祈りの時間のこの番組を今、導いてくださっていること、本当にありがとうございます。どうぞ、この時、主が祝福して祈りを導いてくださり、あなたのご役を豊かに表していってくださいますようにお願いいたします。イエス様の皆によってお願いします。アメン。はい。ではですね、今日も1時間番組でですね、お送りして、参りたいと思います。祈りの時間。この番組はですね、はい。あ、そうですね。海外からですね、見てくださっていらっしゃる方々もいらっしゃるようなのでですね、はい、ご挨拶をですね、させていただきます、おはようございます。おはようございます、こんにちは。こんにちは、こんばんは。こんばんは、そうですね、今日もですね、よろしくお願いしたいと思います、はい、私の名前は手元小林と申します。はい、ハンナ小林です。はい、一緒にですね、お祈りをして、いただくという番組なんですが、視聴者のいろんな方々からですね、送られてきたメールを、読み上げてですね、そして、それをご一緒に、見ている方々とご一緒に、祈らせていただくという、そういう番組でございます。はい、はい、今日もですね、1時間、続けてですね、お祈りして、参りますので、よろしくお願いいたします。はい、今週はですね、私たちは今、東北の方に、来てるんですね。そうなんですね、はい。はい。今日の東北はどうだったですか？はい、今日は仙台に来たんですけども、はい、昨日まで福島にいまして、昨日までちょっと梅雨みたいにですね、雨があったりとか、はい、ちょっとそのちょっとカラッとね、そうすごい晴れましたよね。今日急に暑くなって夏になったなーなんて思いましたね。でも風は涼しいですね、やっぱ東北らしいなと思いました。そうですね、パーロ牧師とご一緒させていただきました、秋元牧師と、
はい、車を運転していて高速道路、うんうん、見ました？山陰ありましたね。ああ、話がこういうふうにずっと言いますけれども、うん、温度の話ですよ。温度ですね。要するにあのほら何ですか、あ、気温の、ね、気温の話してたじゃないですか、うんうん、カラッと洗った、うん、暑かった寒かったってそういう話で、うん、はい、はい、あの見ました？見ましたよ。何度でした？30度。30度ですよ皆さん。30度、東北の仙台が30度、どうなってんでしょうね。まあ7月だから仕方ないのかな。でもですね、ちょっとびっくりしましたね、うん、昨日まですごい気温が下がってたんでね、あの今日は30度ということでですね、うん、本当にこう夏という感じでしたけれども、はい、まあそれはそうなんですが、夏は夏なんですけれども、はい、でもね、すごくあの、うん、過ごしやすく、体感温度はそんな感じじゃなかったですよね。そうですね、風が涼しいのでね、うん、いいかな、気持ちよかったです、感じですね、はい、はい、それですね、あの本当にあの今週はですね、あの、まあ、1週間はですね、あの私はですね、今週1週間はあの柏での集会、パウロ牧師とご一緒させていただきまして、はい、そしてですね、何ですか、海外宣教学という神学校の、うん、授業の奉仕とか、うん、それからですね、東京でですね、その第7礼拝アンティオケ教会の、うん、そのセミナーのご奉仕とかっていうのがずっとこう入って、今週は月曜日からあのこの東北に来させていただいてというような感じですね。なんかこうババババババッと奉仕ですね続いて、あの何とも言えない感じで嬉しいなっていう感じでですね、あの聖霊様の働きをすごく感じさせられて、またあのパウロ牧師とご一緒させていただいて行く中でですね、非常にこう、なんていうんでしょうか、あの今、リバイバルの聖霊の働きっていうのを本当にこう感じつつですね、ご一緒させていただいているという感じなんですね。東北にも本当にいろいろ主の働きがあるなっていうことをですね、感じつつ、もちろん次の聖霊の強い働きあるなっていうのを感じつつですね、うん、今日もそういう意味で、そしてこの東北からですね、うん、あの祈る時間を祈らせていただきたいという感じですね、はい、今日は東北からですね、東北からですね、はい、させていただいております。そしてまたあの今日のあのメールはいろいろ嬉しい、メールが多いんですね、ですのでご報告をさせていただきつつ、うん、はい、じゃあ M さんからですね、はい、では M さんからの祈りのリクエストを読ませていただきます。はい、お願いします。感謝します。はい、ありがとうございます。私たちもメールありがとうございます。血液検査でさらに腫瘍マーカー値が下がりました。ハレルヤ、感謝ですね。5月 57.6、はい、6月 47.3、うん、7月 41.3、はい、括弧正常値 3.4 未満、はい、先月下がった時は主治医がずっと前に中止した抗がん剤が今頃効いてきたのかと不思議そうに説明に困っていましたが、うん、はい、今日は抗がん剤はもはや全く、関係ない、なぜ下がるのかわからない、うん、がんじゃないのかな、うん、不思議だけれどでも良いことだからと、来月は肝臓の MRI でがんの大きさを確認することになりました。祈りが応えられ経過観察となり抗がん剤は中止のままです。本当に本当にお祈りを感謝します。ハレルヤ、主を褒めたたえます。そうですね、ご報告です。本当に素晴らしいですね、はい、うん、あのこのがんというふうにはっきりと診断を受けて、抗がん剤も、ま、ちょっと副作用が強くてですね、うん、また使えないという感じで、そしてお祈りを皆さんにお願いしてきたわけですけれども、5月は 57.6 と非常に高かったのが、この間のご報告で 47.3 に下がって、うん、今回はですね 41.3 になったということなんですね、うん、ですから本当に素晴らしい主の癒しが
でもお医者さんがですね、2回目のことでは、抗がん剤はもはや全く関係ないと。で、なぜ下がるのかわからないと。要するにお医者さんっていうのはあれなんですよね、やっぱりどうしてそうなってるのか科学的にこう説明しなくちゃいけない立場なんですよね。だからどうしてそうなるかわからないっていうのは一番彼は困ってると思うんですけど、でもがんじゃないのかなっていうこの言葉ですね、本当にまあがんだったんですけども、もうなんて言うんでしょうかね、本当にこれは予言的な言葉じゃないかな、完全に治っちゃうんじゃないかってことをね、本当に思わされますね。ぜひですね、主を褒めたたえ、そしてさらに、数値がですね、下がっていくようにお祈りしたいと思います。感謝をしてですね。はい。天のお父様、主本当にありがとうございます。あなたが、M さんの病を癒して、くださっていることを感謝します。そして癒してくださったことをありがとうございます。お医者さんの、お父様、告白まであなたが導いてくださったことを本当に感謝いたします。あなたの皆を褒めたたえます。感謝いたします。確かにあなたが病を癒してくださいました。そしてあなたが数値を下げてくださることに、がんを完全に癒してきてくださったことをありがとうございます。主よ、あなたがさらに勝利を表していってくださることを信じます。本当に感謝いたします。あなたをあがめます。あなたを褒めたたえます。確かにあなたがたくさんの方々の祈りを導き、そして、この勝利を表してくださったこと、M さんに表してくださったことを本当に感謝いたします。あなたを賛美いたします。一緒でのお父様、本当に M さんからの今、結果報告のこの祈りの時をありがとうございます。本当にこの数値が下がってきており、また抗がん剤が中止のままとなり、またこのあなたが本当にお医者様においてもこの癒しの働きを見せてくださり、がんではないんじゃないかというふうなことまで、このお医者さんが口にされるというところに、気づいてきていることにおいて、主がご意向すでに表してくださっていますことを本当に感謝いたします。またこの来月に、肝臓の MRI でがんの大きさを確認することになったということですけれども、その時までにも私が何か素晴らしい不思議な技を成してくださることを信じます。私がこの癒しを成しておられることを本当に心から感謝します。さらに完全な完治までさらに導きくださるようにお願いいたします。お父様、さらに完全に癒していってください。どうぞこの悪い組織をと完全に取り除いていってください。主が癒しを成してください。十字架の血を持って私たちを覆ってくださり、主が完全な癒しを成し遂げていってくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によって癒されよ。イエス・キリストの御名によってその悪い組織を取り除かれよ。全く消えてなくなれ。イエス・キリストの御名によって癒されよ。癒されよ。癒されよ。このがんの病の霊をイエス・キリストによって去れ。イエス・キリストの御名によって二度と戻ってくるな。イエス・キリストの御名によって主の勝利を宣言します。お父様、主をありがとうございます。あなたが完全に消えてなくなるように、主をさらにあなたの勝利を表してくださいますようにお願いします。どうぞ、その悪い組織は全く次の検査の時は消えてなくなっているように、主はあなたの勝利を明確に表してください。感謝します。あなたを褒めたたえます。賛美いたします。あなたを賛美いたします。感謝いたします。お父様は完全に主の栄光を豊かに表してくださいますようにお願いいたします。では、皆さんのですね、ぜひ、言葉で、M さんのためにぜひお祈りください。
天のと様、感謝します。あなたは本当にお一人一人の祈りを聞いてくださっていること、私たちの祈りを聞いてくださっていることを感謝します。主はあなたを崇めます。主はあなたの奇跡を感謝します。あなたがこのご用にしてくださいました。確かにあなたがこのことをなしてくださいました。感謝します。天のと様、ありがとうございます。彼があなたを褒めたたえます。感謝いたします。賛美いたします。感謝します。イエス・キリストの皆によってお願いします。ね、はい、ではですね、次はですね、はい、もう一人の M さんからですね、はい、メールがまた届いてる、んですけれどもですね、はい、これをですね、ぜひ読んでいただきたいと思うんですね。はい、こちらはですね、M さん、また別の M さんですね。はい、はい、では M さんからのリクエストを読ませていただきます。はい、お願いします。主の皆を賛美します。主人のため皆様のお祈りを感謝します。今日気管切開の手術ができました。主に感謝します。今まだ高熱が続いています。炎症が治まり熱が下がるようにお祈りをよろしくお願いします。肺の機能が回復していくように、腎臓の働きも良くなっていくように、点滴で入れている栄養が体内に吸出され、栄養状態が良くなるように、お祈りをよろしくお願いしますということですね。はい、ということですね。はい、ですね、この方は、ですね、M さんのご主人はですね、白血病ということなんですね。うん、で、まあ、健康な血液がですね、作られてくるように、うん、そういう課題でですね、先週は祈らせて、いただいたんですね。はい、そしてその、まあ、白血球、赤血球、うん、それから血小板とですね、うん、血液はそういうものでできているというか、うんうん、その数値がですね、うん、まあ、上がっていくように、うん、祈らせていただいていたんですけれども、この他にも、まあですね、このちょっとメールをですねいただいていたりしまして、うん、ですね、例えばその、血小板が4番だったので、うん、そのですね、この気管切開の手術というのが、うん、5万以上を超えないとできなかった、うん、それがですね、数値が上がってきたということで、血小板の数値がですね、ね、7万あるいは10万とかまでですね、うん、でもちょっとまた何ていうんですか、熱が出たりとか、うん、熱も下がるようにはお祈りして下がったりも一時期ですね、したりもしたんですけども、うん、まあ、ちょっとまた上がったりとかそういうこともあってですね、うん、まあ、でも一応その5万以上にはなって、その、うん、切開手術、気管切開手術ができたということなんですね。素晴らしいですね。ですから今日気管切開手術ができましたということは本当に恵みなんですね。すごい大きいことですよね。はい、それで、うん、また肺の調子もですね、うん、もっとさらに良くなるように、高熱が収まるように、さらにですね、うん、腎臓の働きも良くなっていくようにということをですね、うん、祈りの課題で上がっています。うん、そしてもう一つは、点滴で入れている栄養が体内に吸収されて、うん、栄養状態が良くなるようにということですね。そうですね、ことですね。ですから、栄養状態が体が良くなっていくように、うん、それから肺の状態が良くなるように、うん、熱が下がっていくように、うん、ですね、うん、あと何でしたっけ、炎症が収まるように、うん、熱が下がって炎症が収まって熱が下がっていくようにですね、うん、はい、そういったことをちょっと祈らせていただきたいと思いますので、うん、M さんのご主人のためにですね、はい、お祈りさせていただきます。うん、天のお父様、ありがとうございます。あなたを褒めていただきます。感謝いたします。確かに、このご病気であられる、M さんのご主人、
の、うん、状態、このご病気を感謝いたします、うん、お父様なぜならばあなたは確かに、エコを表そうとしておられる、そのことを感謝いたします、うん、確かにこのことがあの中であなたはエコを表しておられることをありがとうございます、うん、あなたがこの血小板の数を増やし、うん、またあこの血液を、健康な血液をあなたが多くしてきてくださっていること本当にありがとうございます、ね、あなたは褒めたたえます、ね、また祈りに応えて熱を下げてくださったりあなたがしてくださったことを本当に感謝いたします、ね、あなたを賛美いたします、ね、あなたが助け導いてくださっていることを感謝します、ね、またその切開手術をなすことがお出来になったことも本当にありがとうございます、うん、感謝いたします、うん、どうぞさらに一緒どうぞ、うん、M さんのご主人を強めてください、うん、一緒どうぞ熱を下げてください、うん、炎症が収まってさらに熱が下がっていくように主の恵みを豊かに表してください、うん、またどうぞ主をお手伝いする十字架の血潮でおってくださって、うん、この M さんのこのご主人の病が、うん、完全に癒されていくように白血病が完全に癒されていくようにさらに、どうぞ健康な血液がさらに、作られていきさらに腎臓も強められていくように助けてください、うんどうぞお願いいたします。腎臓も強められていくようにまた栄養をしっかりと吸収していくことができるように、うん、体内の栄養状態が良くなっていくようにさらに導いてください。お願いいたします。アメン。アシスタントは本当にお父さんからの、途中経過、またご報告をありがとうございます。このご主人の本当に手術が本日行われたということですけれども、このことまで、本当に主が助けてくださり、手術をするほどに今ご主人の回復が進んでいることを本当に主を感謝いたします。今その中でまだ高熱が続いていますが、どうぞ熱が速やかに下がって、炎症も収まっていきますように助けてください。また肺の機能、また腎臓の機能も、良くなっていくように、回復していくように、肺の機能を回復させてくださり、また腎臓の働きも良くなっていくように、主がさらに癒しを表してくださることをお願いします。とか点滴も入れているということで、栄養が体内にも十分に行き届いていき、体調が本当に良くなるように、そういった、総合的な面においても主の助けと癒しの技がこの M さんのご主人の目にさらに表されていかれますよう、主の癒しの御手を置き続けてくださり、また M さんを本当に主が、神と悪の慰めを持って導きくださり、また信仰を持って、この主の癒しを求めていかれますようにさらに導いてください。あなたがこれで一つ一つのこの祈りに、また答えておられることを信じて感謝いたします。どうぞ癒しが感知され、癒しの御座が豊かになさる病から病が感知されていくように、主が助け導いてください。お願いします。天様、主を、M さんのご主人を励ましてください。うん、さらに、主どうぞあなたが心をさらに強め、また、M 姉妹もさらに強めてください。主はありがとうございます。あなたがこのご夫妻を本当に、励ましてくださり、さらに強めてくださいますようにお願いいたします。うん、ぜひですね、皆さんの言葉でお祈りください。よろしくお願いいたします。
ペント様、主よ、ありがとうございます。あなたが働いてくださっていることを感謝します。イエス様の十字架の恵み、その十字架の血潮をありがとうございます。どうぞ私たちを追ってくださり、どうぞこの歩さんのご主人を完全に、歩兄弟を完全に、主よ、さらに癒して、行ってくださいますようにお願いします。主の勝利を豊かに表してください。イエス・キリストの御名によって、エム兄弟の肺を癒されよ、うん、イエス・キリストの御名によって白血病の病をさえ、うん、イエス・キリストの御名によって、その病の霊をさえ、うん、イエス・キリストの御名によって、また腎臓の機能が良くない、うん、イエス・キリストの御名によって完全に癒されよ、うん、熱をイエス・キリストの御名によって下がれ、うん、イエス・キリストの御名によって癒されよ、イエス・キリストの御名によってその肺の炎症を取り除かれよ、うん、イエス・キリストの御名によって、癒されよ、うん、お父様、主よ、ありがとうございます。あなたは完全に働いていってくださいますようにどうぞお願いします。この体内にその栄養素を吸収されよ、うん、消化器系の器官を機能をよくない、イエス・キリストの御名によって癒されよ、うん、お父様どうぞお願いいたします。本当に主がさらに、M 兄弟を強め、うん、癒しまた励ましていってくださいます。さらにあなたの勝利を明確に表していってくださいますどうぞお願いいたします。あなたの勝利が豊かに、表されていくようにしてくださいますように、うん、どうぞお願いいたします。お父様ありがとうございます。あなたを褒めたたえます、うん、また健康な血液がさらに、作られていくようにも導いてください、健康な血液をさらに作られていくように、はい、うん、イエス・キリストの御名によってさらに癒されよ、うん、お父様どうぞ主の勝利をさらに豊かに表してくださいます。お父様感謝します。あなたがここまで本当に、導いてさっていることを感謝します。ありがとうございます。イエス様の御名によってお願いします。ね、はい、きっとですね、主がさらに、素晴らしいことをですね、なして、ね、言ってくださると期待していますね。はい、はい、次のですね、メールはですね、はい、S さんのメールをですね、はい、読んでいっていただきたいと思いますね。はい、はい、では S さんからの、祈りのリクエストを読ませて、祈りの答えですね。はい、祈りの答えですね、はい、失礼しました。では S さんからの祈りの答えを読ませていただきます。はい、うん、主の皆を賛美します。先日祖父母と母が白馬キャンプに行けるようにと祈っていただきましたが、行けることになりました。ハレルヤ、感謝します、はい、祖父母は他教会に属しているというのもあり、今までは白馬キャンプに誘っても断られていたのですが、今回祖父母が行くと言い、祖父もいいよと言い、祖父母と母と共に行けることになりました。今までの祖父母の反応を思うと、今回すんなり行くということになったのは、ただただ神様の御業だと思わされています。本当にお祈りをありがとうございました。主の皆を褒めたたえます。感謝しますというご報告でしたね。はい、これが、金曜日か土曜日かそこら辺の時のメールなんですよね。はい、あ、そうですね。で本当に、はい、素晴らしいっていうことで、うん、私たちもですね、たたえていたんですけれども、はいはい、ここまでは良かったわけなんですけれども、はい、もう一つですね、昨日か今日メールが来ましてですね、はい、続きがあるんですね。そのメールをもう一つ読んでいただきたいと思うんですけれども、はい、では続きのメールを読ませていただいたリクエストですか、そうですね、内容ですね、はい、読ませていただきます。同じエスタンからですけれども、はい、主の皆を賛美します。昨日祖父母が白馬キャンプに行くと言ったというメールを送ったのですが、今日移動時間が最短でも片道9時間かかるということで、体調などを考えると移動できる自信がないということで、やっぱり行かないと言われました。はい、会社ですね、はい、主を賛美します。祖父母が白馬キャンプに行き、病の癒しや心の解放を受けることを母と共に願っていたので、うん、今回ぜひ祖父母と共に行きたいと願っています。
祖父母がやっぱり行こうという思いになりますように、主にあって自信が与えられ、長距離の移動でも体が守られますように、白馬キャンプに加えますようお祈りをお願いいたしますということです。はい、ということなんですね、うん、一時は行きたいというふうに、うん、告白された行くというですね、はい、というふうに告白されたんですけれども、9時間かかるというね、うん、ことをお犯したらこう揺れてしまったということなんですね。それでちょっとこのメールを読みますと、病の癒しや心の解放を受けることを母と共に願っていたのでということなので、うんうん、まあその体調の方もですね、やっぱりなんか、まあ普通に考えると、うん、まあ普通にというかこう人間的に考えると、うん、お体のことでもですね、白馬キャンプで本当にいろんな癒しが起こるわけですね、うん、精霊の働きがですから、本当に白馬キャンプにですね、ぜひいろんな方来ていただいてですね、しっかりとこう癒しを受け取っていただきたいと思いますし、はい、あるいは心の解放ですね、うん、ぜひ受け取っていただきたいと思いますけれども、はい、おじいちゃんとおばあちゃん、他教会の方ということなんですね、うん、ぜひ、祈っていただきたいと思うんですね、うん、やっぱり行こうというふうに心が変わるようになるように、そして主にあってこう大丈夫だと、長距離移動でも大丈夫だと、そうですね、こう楽な、ね、姿勢でねこう行けば結構楽しいかもしれませんね。そうですね、綺麗な景色を見てね、うん、来てよかったななんてね、そうですね、なるといいですよね。やっぱりその行き帰りの、うん、その長距離の移動でも神様がすごく、うん、体力を助けてくださる証しをしていただいたりとかですね、うん、この S さんにですね、うん、していただいたり、あるいはその白馬でこんな癒しが起こってるんだよっていうお話をぜひしていただいたらね、うん、また気も変わるかもしれないなとも思いますので、うんうん、でお祈りしますのでですね、そこら辺を祈っていきたいと思いますので、白馬キャンプにたくさんの方が来ることを願っていますのでですね、はい、祈っていきたいと思います、はい、天皇と様、主ありがとうございます。 S さんのこの2つのメールを感謝いたします、うん、確かにあなたは主を祈りを聞いてくださり、その S さんの おばあちゃん、おじいちゃん、おばあちゃんに、本当にこう働きかけてくださったことをありがとうございます、うん、本当に行くというふうにすんなりと一度は言われたということを心から感謝いたします。確かにあなたが彼らを主をそのように導いてくださっていることを本当にありがとうございます。しかし今こう心が揺れてしまっています。お父様、どうぞあなたが主を S さんのおじいちゃんおばあちゃんを本当に白馬に導いてくださいますようにお願いします。彼らがもう一度行きたい、行くというふうに告白して、うん、行かれるように、そしてあなたが彼らの生き返りの道も完全に体調を強めてくださって、うん、栄光が表されて行くようにしてくださいますように、どうぞお願いいたします、うん、どうぞ本当に彼らの心が変わっていくように、主をどうぞ導いてください。また白馬キャンプで、癒しや本当に解放を受けられるように、うん、どうぞ導いてください。彼らにさらに働きかけてください、うん、今すでに彼らにあなた働きかけておられますけれども、うん、さらに主の栄光を表してください。お願いいたします。アッシュデン様、ドネスさんからのご報告、またリクエストを感謝いたします、ね、本当に祖父母の方々がキャンプに行くという宣言もしてくださっていた先ですが、本当も感謝いたします。しかし、本当に長距離の移動ということでも、本当にこの守られたという主にあって、おじい様、おばあ様が本当に、何か知恵が与えられて、恐れずに、この行くことができるように、導いてください。また、長距離の移動でも彼らが守られ続けるという自信が与えられるように、主がどうぞさらに働きかけてくださることをお願いいたします。
どうか、エスさんのおじいさま、おばあさまが、祖父母の方々が、おとり白馬キャンプに来られますように、聖様豊かに導き、助けてくださいますように、お願いいたします。うん、天と様、本当にありがとうございます。エスさんにまた、証を与えてくださり、どんなふうに神様が、その長距離の、その、伊藤も守ってくださるか、そして、本当にどんなふうに神様が体調を支えてくださり、またさらに白馬キャンプで癒してくださるか、どうぞ主よ、Sさんが証しし説明し、そして、お話しすることができるように彼らの心を開き、そして神を求める思いを与え、主が彼を白馬に、引っ張ってくださいますようにお願いします。大使さんにも御子の言葉を与えてくださいますようにお願いいたします。主どうぞお母様と一緒に、本当に、白馬に来れるようにどうぞあなたが助けを与えてください。だあなた私たちの祈りを聞いてくださってますから感謝します。どうぞあなたの栄光を豊かに表し、彼の体調を完全に支え、主の恵みを特別に受け取ることができるように導いてください。あなたの栄光を豊かに表してくださいますようにお願いいたします。ぜひですね、皆さんの言葉でまた祈ってみていただきたいと思いますね。天様、ありがとうございます。感謝します。イエス様、皆によってお願いいたします。ね、はい、本当にですね、はい、リバイバルがですね、始まってるなっていうことをお祈りして、また今日のメールなんかもですね、皆さんに読ませていただいている中で、そういうことを本当に感じるんですけれども、はい、ですね、次のメールは、このメールもですね、本当に主の恵みを感じるメールなんですが、愛さんのメールをですね、ちょっとご報告を兼ねてですね、はい、読んでみていただきたいんですが、はい、では愛さんからのご報告兼ねてまたリクエストを読ませていただきます。はい、父が救われるように8月15の心ゴスペルに父が母と共に必ず来てくれて神様に、この深く触れられるように、はい、父の病が完全に癒され、健康が日々完全に守られるようにで、よろしくお願いいたします。ここからですね、括弧ですね。括弧で、括弧があって、ご報告なんですけれども、はい、いつもお祈りを感謝します。8月15日、心ゴスペルに父母が、共に来てくれることになりましたという報告です。はい、父母。父母、ね、ですね。はい、聞いてる方の文字が見えないですね。はっきり出と、お父様、お母様とお母様がですね、はいはい、共に来てくれることになったって書いてあるんです ね、 ですね。これは本当に恵みで感謝ですね。8月15日の心ゴスペルというのはですね、この東京アンティオキア教会で、中野の方でですね、はい、中野ゼロホールで8月15日に、うん、ゴスペルコンサートがあるわけなんですね。うん、そこに、お父様が、来ていただけるようにということをこうリクエストで、祈って、いたわけなんですけれども、皆さんにも祈っていただいたわけなんですけれども、うん、この括弧のところですね、お父様とお母様が共に来てくださる。よかったですね。よかったですね。本当に感謝ですね。感謝ですね。まあ、心変わりをしないでですね、はい、完全に必ず来ていただけるようにですね。うん、そして、また救われていくようにということを続けて、はい、愛さんがですね、祈りリクエストしてきておられますので、はい、共に祈っていきたいと思いますね。はいはい、天皇と様、本当にありがとうございます。あなたがこの心ゴスペルコンサート、うん、主が8月15日に、
導いてくださっていることも本当にありがとうございます。ね、あなたが中野でのこのゴスペルを本当に感謝いたします。ね、お父様、多くの人々をこの中野のゼロ法に送ってください。うん、そしてこの心ゴスペルコンサートにおいて、うん、多くの人々に触れてくださり、そして、どうぞこの愛さんのお父様にお母様に触れてください、うん、どうぞ必ずお父様お母様がこのコンサートに来ることができるように、彼らを導いてください、うん、今彼らの心を動かし、来るようにあなたが導いてくださったことをありがとうございます、うん、あなたがいろんな妨害を退けてください、うん、イエス様の恵みによって、どうぞ彼らがコンサートに必ず来ることができるように、うん、そして本当にその精霊の働きによって触れられていき、お父様が深くこう触れられていき、うん、どうぞ救われていくことができるように導いてください、うん、またお父様の体にもあなたの健康を与え、癒しを与え、あなたの恵みを豊かに表していってくださいますようにお願いいたします。うん、お父様が速やかに救われるように、うん、どうぞ導いていってください。お願いいたします。アッシュちゃんとの、本当にアッシュさんからの、このリクエスト、またご報告をありがとうございます。本当にこの8月15日の心ゴスペルのコンサートに、お父様、お母様が来てくださることになり、心から感謝いたします。どうぞ本当に、必ず来てくれるように主が導いてくださり、その中で神様に深く触れられる機会となるように、このコンサートをさらに主が用いていってくださることをお願いいたします。またお父様のお病があるということですが、完全にこの癒されていくことができるように、健康が日々完全に守られるということも、主はどうぞ祈りに応えてくださることをさらに信じて感謝いたします。どうか主の御業が豊かにお父様の上に表され、その病の部分原因のもとにさらに主が触れてくださり、日々健康で、日々の生活が無事を送られるように導き助けてくださいますようにも、お願いいたします。天父様、どうぞさらに勝利を表していってください。イエス様の十字架の血潮で私たちを追ってくださり、またお父様を解放していってください。イエスキリストの御名によって、この愛さんのお父様を解放します。またこのお父様を病の霊をイエスキリストによってさえ、病をイエスキリストによってさえ、お父様のどうぞ主が勝利を豊かに表していってください。さらに導いてください。どうぞあなたの勝利を豊かに表していってください。天様、本当に感謝します。イエス様、皆によってお願いします。はい、必ずですね、主が、きっとまた心のゴスペルと導いてくださると思うんですね、はい、前回の要するに4月の時はですね、はい、全然そういう感じにはならなかったんですけど、うん、願っていたわけですよね、うん、心ゴスペルコンサートに、うん、これ来るようにということを祈っていたんですが、来れなかった。でも諦めないで、うん、また8月のところに来れるようにということですね、うん、祈りをさせていた。今こう行くというようなことになったということなんですね、うん、ぜひ、少々をさらに神様はですね、見させていってくださると思いますので、さらに期待して進んでいきたいと思いますけれども、うん、次はですね、Y さんのですね、はい、メールをお願いしたいと思います。はい、では Y さんからの祈りのリクエストを読ませていただきます。はい、はい、主の御名を賛美します。いつもお祈りありがとうございます。この Y さんの祈りのリクエストよろしくお願いいたしますということで、代わりにこのリクエストですね、はいはい、Y さんが Y さんのために、 Y さんというのは別の Y さんのために、はい、メールを送ってきてくださったんですね、はい、読みます。では、いつもお祈りをありがとうございます。祈っていただきたいことが3つあります。はい、1つ、先日この時間で、ゆうさんが、この S の生活 S 地域 S 地域のさんに参加できるように S 地域の生活に参加できるように
祈っていただきましたが、はい、お仕事の段取りがつかずに行くことができなかったそうです、うん、ぜひ S 地域の教会に行くように、そして救われるようにお祈りくださいという。そうですね、これが一つ目の課題です。 S 地域のその瞬時化の教会に行くようにっていうことですね、うん、はい、あのゆうさんがですね、はい、そうですね、続けて2つ目読みますか。そうですね、はい、はい、では続けて2日目はですね、2つ目はですね、その A さんの2つ目の課題ですね、はい、F 地域の、カリスマ聖会に、H さんご夫妻を誘ったら参加してくださいました。はい、これはメイン勝利ですね。奥様は、はい、レビ招待、レビー招待、レビー招待型認知症がだいぶ進んで、はい、幻覚が見えたり、歩き方がパーキンソン症のようなよちよち歩きになっています、うん、認知症が癒されるように完全に教会につながれるようにお祈りくださいというとことですね、はい、ね、そして3番目はですね、白馬キャンプに、K地域のですね、孫を2人連れて参加できますように、うん、これは Y さんがですね、うん、月末でいろいろな支払いもあり、うん、施設の調剤も入っていて、人間的に考えれば全く不可能なのですが、行けるように、うん、道が開かれるように、高一と小三の孫も一緒に参加できるようにお祈りしてくださいということですね。はい、はい、そうですね、聞いていらっしゃる方は1回ではねちょっとよくわからないかもしれないんですが、その Y さんの、まあ、知人の U さんが、うん、まあ、その S 地域のですね、聖火にはこの間祈ったんですけど行けなかったということなんですが、うん、教会にその瞬時間のですね、うん、S 地域の教会に行けるように、うん、行くように、そして救われるようにお祈りくださいということなんですね、うん、まだ救われてらっしゃらない U さんなんですね、うん、まあ、救われてる可能性も全くないわけじゃないですけど、救われてないということで、うん、そしてもう一つは、ですから、まあ、この U さんという知人のお救い、うん、ということで、もう一つは、二つ目は、うん、H さんの、うん、ですね、奥様ですね、うん、H さんという奥様、レビ症って型の認知症、これが癒されていくんですね、うん、癒しのことはですね、二つ目ですね、そして教会につながるように、うん、さらにもう一つは、白馬キャンプですね、ご自分とまたお孫さんたちと一緒に行けるということで、うん、はい、この3つなんですけれども祈らせていただきたいと思いますね。はい、天の父様、主よ、ありがとうございます。今祈ることを感謝いたします。今主どうぞ、このワイさんのお祈りのリクエストを感謝いたします、うん、ありがとうございます。このワイさんの、うん、のそのユウさんが、うん、さらに、教会に行けるように導いてください。まだ行かれてないようですけれども、うん、どうぞ S 地域のその教会に、つながり、そして、うん、速やかに救われていくように導いてください、うん、主どうぞこのユウさんの救いを、うん、早めてくださいますようにお願いします。教会にさらに、主行くように導いてくださいませ。どうぞお願いいたします。うん、またどうぞ、H さんが教会に行かれたこと、本当にありがとうございます。うん、このカリスマ聖会に行かれたこと、本当にありがとうございます。うん、どうぞこの主を認知症が癒され、教会につながり、救われていくように導いてください。うん、イエス様を知り、どうぞ H さんがまた、うん、救われ、教会にしっかりとつながっていくように、うん、どうぞあなたのご意を表してくださいますようにお願いいたします。うん、また天の父様、その
K さんが白馬キャンプに、お孫さんと一緒にまた行けるように、どうぞあなた、身を動かしてください。あなたには不可能なことはありません。主はあなたが、どうぞこの道を開き、あなたの勝利を表してくださり、どうぞお孫さんたちを共に、主は白馬キャンプに行けるように導いてください。お願いいたします。愛する天様、本当に Y さんからのリクエスト3つを本当に感謝いたします。本当にこのユウさんの、ためにお祈りさせていただきます。知人の方のようですが、この Y さんの、ご友人でしょうか、ユウさんが、本当にこの、この S 地域の教会に行けるように、そして救われていくことができるように、どうか主がこのことにおいても Y さんを用いてくださり、またその祈りに主がさらに応えてくださり、本当に主の方法をもって速やかに YOU さんが救われていくことができるように、今日も今もこの時も主がその方に触れ続けてくださり、はっきりと信仰告白に至り、救われていかれるように導いてください。本当に十字架を、イエスの十字架を信じていかれるように、主がその機会を与えてくださるように、どうぞお願いいたします。また、F 地域における政界に、H さんご夫妻が参加されたということをありがとうございます。どうかその奥様のレビ小体型認知症という病を完全に癒し、幻覚が見えたりすることがなくなり、幻覚症状が消えてなくなるようにしてくださり、歩き方も、非常に大変、パーキンソンのような歩き方になってしまっているという状態だそうですが、認知症の部分が完全に癒されて、また教会に作ることで、つながることで、私の癒しを体験できるように、導き助けてくださいますようにお願いいたします。また、白馬キャンプにおいては、K 地域のお孫さんを2人連れて行きたいということを感謝いたします。どうか本当に参加できるように導いてください。またその行けるように、また、本当にこの、その Y さん自身が、お仕事で忙しいようですけれども、必ず道が開かれていけるように、高一と小三のお孫さんを一緒に参加していくことができるように導き助けてください。お願いします。ハレルヤ、お父様、主どうぞ、助け導きください。ヤバヤさん、本当に、お孫さんと共に、行けるように導いてください。また、どうぞ、ユウさんの救い、そして、この、エイジさんの、救いと癒しの御業を豊かに表していってくださいますようにお願いいたします。主の御業を豊かに表していってください。ぜひですね、皆さんの言葉でですね、ユウさんのために、それから、エイジさんの癒しと救いのためにですね、それから K さんの白馬キャンプ行き、お孫さんとして、そのためにぜひお祈りください。お願いします。天と様、主はありがとうございます。あなたが導いてくださっていることを本当に感謝します。これの
テナさんもどうぞ今、あたりかけください。イエス・キリストの御名によってユウさんを解放します。イエス・キリストの御名によって、主の救いの勝利がユウさんにあらされるようにイエス・キリストの御名によって宣言します。またそのエイチさんの奥様が救われていくようにイエス・キリストの御名によって宣言します。またその癒されていくようにその認知症から解放されていくようにイエス・キリストの御名によって宣言します。お父様、主どうぞあなたの十字架の血を持って私たちを追ってくださり、完全な癒しをまたエイチさんに表していってくださいますようにお願いいたします。また天のお父様、主を今ワイさんとそのお孫さんたちをどうぞあなたが白馬キャンプに導いてください。イエス・キリストの名によって、そのワイさんとお孫さんたちを解放します。イエス・キリストの名によって白馬キャンプに、集えるようになれ。天と様どうぞあなたの勝利を豊かに表していてください。感謝します。イエスさん皆によってします。アメン。はい。ということでですね、今日最後のメールなんですが、今日はですね、はい、次はですね、王さんですね。はい。はい、では王さんからの祈りのリクエストを読ませていただきます。お願いします。いつもお祈りをありがとうございます。はい、いつもありがとうございます。こちらこそメールを。はい、来週17日に内科に行きます。肝炎のウイルスを消す薬を決めることになっています。私の症状に合う体の負担の来ない、担当の先生が、その御心の薬を選んでくださいますようにお祈りをよろしくお願いします、はい、ということですね。まあその肝炎のウイルスを消す薬を決めることになっているということなんですね。で、先ほどの文章のところなんですけども、私の症状に合う体の負担の来ない御心の薬を選んでくださいますよ、うん、そうですね、はい、それが担当の先生がその御心の薬を選んでくださいます、はい、ということなんですね、はい、はい、ということですので、はい、祈っていきたいと思いますね。はい、天のお父様、主ありがとうございます。あなたが青さんからのこのメール、青さんからのこのお祈りのリクエストを感謝いたします。お父様、主よ、あなたが青さんの肝炎を癒していってください。神の栄光を豊かに表してください。どうぞお願いいたします。そしてその薬をも用いてくださいますようにお願いいたします。お医者さんが体にある薬を用いて選んで、そして、行くことまで急に注意ください。どうぞ最善の薬が与えられていく、その薬をもう神が用いてくださいますようにお願いします。御心の薬をお医者さんが選んでください。そのお医者さんを神が用いてください。そして体の負担の来ない、最善の薬がどうぞお願いします。その王さんの症状に合う薬がどうぞ与えられるように主を導いてください。そして完全にその薬によってまた癒しを与えていってください。あるいは直接的にも癒しを与えていってください。どうぞお願いします。来週天の父様、本当に王さんからリクエストありがとうございます。どうか来週の17日に内科に行かれるということですけれども、本当にこの、王さんの症状に合う体の負担の来ない、御心の薬を、担当の先生が本当に選んでくださるようにお願いします。必ず肝炎のウイルスが消すことにおいて、効果のある、良い薬が最善の薬が処方がされるように導き助けてくださいますようにお願いいたします。担当の先生のうちにも主はそのことに関して正しい判断と最善なる導きを与えてくださって、王さんの体調をよく理解してくださり、そしてまた王さんの負担の来ない薬が選ぶことがなされていき、それを処方するときに本当に肝炎のウイルスが消えてなくなるように、
そして癒されていくということが結果的になっていきますように、主がさらに癒しを表し導き助けてくださるようにお願いします。天の父様、本当にありがとうございます。どうぞさらに王さんを強めてくださいますようにお願いします。主がどうぞこのことにおいても勝利を表していってくださいますように、またあんたこのことにおいても祈りを聞いてくださっていることを感謝いたします。あなたを崇めます。主をどうぞ主の栄光を豊かに表していってください。どうぞ17日に何かに行くということですけれども、御心の薬が与えられていくようにどうぞ導いてください。天の父様、主ありがとうございます。イエス・キリストの宮によって、その王さんの肝臓をさらに癒されよ、またその薬によっても癒されよ、イエス・キリストの宮によって、主の勝利を宣言します。お父様、どうぞあなたの道から豊かに表していってください。感謝します。イエス様の宮によってお願いします、ね、はい、ということでですね、今日も祈らせて、いただきました。本当にですね、皆さんのメールを本当に、祈りのリクエスト本当にありがとうございます。ありがとうございます、ね、あの1週間の間にもですね、いろんなあのご意向が話されていくと思いますので、はい、ぜひですね、またあの祈りの答えもですね、うん、あるいは祈りのリクエストもまた、はい、送っていただきたいなというふうに、思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、またあの一緒にですね、うん、この時間、あるいは録画を見て祈ってくださる方も募集していますので、ぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、一緒にここまでですね、見て、いただいて、ですね、見ていただいて、そして、ですね、ここまでお祈りして、いただけたこと本当にありがとうございました。今日はですね、これで終わりさせていただきます。天の父様、今このお祈り時間番組導いてさったことを感謝します。あなたが素晴らしいことを成してくださっていることを本当に感謝します。あなたを崇めます。イエス様、皆によってお祈りします。アメン。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。主に感謝します。天の父様、ありがとうございます。どうもありがとうございました。では、さよなら。今日はこれで失礼いたします。主の皆告げ知らせよ。